なあ、ところで、もう一人、墓参りしに行かねえか？同じこと考えてた。私も。とは言ったものの、一体お墓はどこに作られたのだろう。オーナーのかな。再び裏町をうろついていた俺たちは、少し懐かしい光景を目にした。おお、岸海生さんの青空教室。みんな、こんにちは。今日も授業を始めるぞ。はーい。今日は何を教えてくれるの？今日はだな、理科の実験をやってみようか。何それ、つまんなそう。ははは。じゃあよく見てなさい。俺をね、この濃硫酸をね、こういうちょちょいのちょいってやるとね。ひそひそ、海生先生にさ、ハゲって言ったら怒るかな？絶対怒る怒る。やろ。あら、楽しそうね。おお。え、ちゃんと楽しく授業を受けてて偉いわね。アレッシーが思い浮かんだ今。偉いね。おや、セイレン先生、今日も来てくれたのかい？おお、あなたも先生になったの？こんにちは。お邪魔ではありませんか？何言ってるんだ、大歓迎だよ。みんな、セイレン先生に挨拶しなさい。海生さん。おや、君たち、しばらくぶりだね。いや、その、いろいろ大変だったみたいだね。ご無沙汰してます。ところで、海生さんにプレゼントがあるんです。ズラかな？え、私にかい？もしよかったら使ってほしいんです。私たちの株式会社オーシャンを海生さんの学校の校舎に。再び裏町をうろついていた俺たちは、思わぬ光景を目にした。今度はあれかな、タクマの方のエピソードかな。あ、タクマだ。あれ、セイレンさん、あの二人知り合いだったのか。まあその方が自然だとは思うけどね、晴天絡みのね。それにしても驚いたわよ、あんたがバタコちゃんたちと友達だったなんてね。ふふ、全く分かっていないようだな。俺と奴らはライバル関係。未来永劫、永遠の平行線。決して交わることなく、互いにぶつかり合うだけの血塗られるし、愛だからなのだからな。別に何だっていいけど、それでも友達ってことでいいんじゃないの？ははははは。セイレンは相変わらず頭の固い女。何よ、あんたみたいなバカにそんなこと言われたかないわよ。俺はバカではない。口喧嘩の記載にして天才、ジャクラの佐世拓馬なのだからな。ところで、ジャクラといえば聖天師匠とは仲直りできたんだろうな。あんな父親、どうだっていいわよ。お前は本当に素直じゃねえよな。うるさいよバカ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 、ズンズンズン。真っ白セイレンにもああやって言い合える相手がいたんだな。二人はこの後きっとね、そうなんだろうなね、きっとめちゃくちゃにね。うん、しばらく話もしなかったけど、結局一番根っこの部分は変わってねえみたいだな。安心したぜ。何よ、こっちだっていろいろ大変だったんだからね。まあそう、ツンツンすんなって。出れねえツンはただのツンだぜ。なんだろう、全然かっこよくない今のセリフは。審議拒否。バカ、え、出れた。どうしてそれで好感度が上がり、フラグが。再び裏町をうろついていた俺たちは、意外な人物に出くわした。今度は何エピソードだ？おお、ヨミコさん、
変わり映えしないわね。引きこもりがようやく外に出た。外の景色も。あれ、師匠さん。あの師匠の晴れ雨よむこさんですよね。いや、いつかな。クソガキ内脇大迷惑取りよ。なんつうあだ名だよ。何よ、何しに戻ってきたのよ。ここにもうあんたらの居場所なんかないわよ。わかってる。お墓参りに来た。勝手にすればいいじゃない。館長には私だっていろいろお世話になったのよ。正気はあの頃の私を外の世界につなぎ止めてくれる唯一の糸だった。本以外に興味を持てた唯一の対象。ただいつからか館長もみんなも私とは違う方向へ進んでいってるのを感じた。地獄金佐田尾館長は私にも図書館を管理するという役割を与えてくれたわ。本があれば退屈しなかったし、禁書を守っているという自負もあった。でもね、たまには外にだって出たくもなるのよ。なんだ今の。多分久々に外に出るにあたって何かを語りたくなっちゃったんじゃないかな。ペラペラと。はーん、俺たちがいて都合よかったんじゃないかも。ふーん。再び裏町をうろついていた俺たちは懐かしい一団と再会した。一団、なんだろう、正気の人たちかな。あら、あなた方よ、久しぶり。そうだね、久しぶり。稽古のお帰り。あ、そうだぜ。相変わらず厳しいぜ、三蔵先生の稽古はよ。そっか。あの、ごめんね。え？私たちはみんなの世界に土足で入り込んで勝手なことばかりしていた。そしてそれに気づいてなかった。ごめんね。ううん、私たちはあなたたちが外から入ってきたのをいいことにそれにつけ込んだ。やっぱりあれはあんまりいいことじゃなかった。そうだね。俺はそんなことないと思うけどな。お互いいろいろ引っかかるところも多かったけど、なんだかんだで楽しかった気がするぜ。そうだそうだ。まあ、お互い過ぎたことは水に流しませんこと。私もなんだかんだで楽しかったですわよ。嫉妬や悔しさだって結局は思い出のうちですわ。そうだよね、きっとそうだよ。環境が違ったって僕らは理解し合える、それなりにはね。そうだそうだ。シオンはただの悪い子じゃない。シオンはいい悪い子。何よそれ。いい悪い子は悪いいい子よりずっといい。それ励ましてるつもりなの。うん。あなたたちって最後の最後まで意味わかんないんですけど。うるせえな、たちとか言うなよ。なんだかんだでよかったのかもしれない、いろいろと。おお、お墓参りかな、ここで。ここか。地獄金佐田尾の墓は町の建物の合間にひっそりとある小さな墓地の中にあった。隣に眠る人々の名前を見たところで全く心当たりがなかった。
共に同じ時代を生きた彼のかつての仲間なのかもしれない。この人さ、俺たちが考えても仕方ない、やめよ。その通りだね。あ、聖天先生、その後ジャクラはどうですか？相変わらずだね。カンコドリが鳴いている中、タクマが一人で息巻いているよ。でも私はそれでもいいと思っている。やはり口喧嘩なんてものが大手を振ってのさばっているなんて、私はあまり好きにはなれない状況だからね。私の道場は道場主であるはずの私がそんな矛盾を抱え道場をやっているんだ。まあ流行らないのも当然と言えようね。だからタクマにはすごく感謝しているんだよ。セイレンさんと仲直りできましたか？まだだね。あの子は私の若い頃と似てなかなか頑固だからな。さて、いいかな、ちょっと古い話をしても。ぜひ聞きたいです。地獄金佐藤とは若い頃からの付き合いだった。もっとも最近じゃ全く気が合わなくなってしまったがね。それでも少なくともあの頃、佐藤がこの町の自治をめぐる戦いに明け暮れていた頃は、私たちは良き友だった。佐藤、また喧嘩かよ。うるせえ、口喧嘩は法じゃ裁けない。問題ねえだろ。もうこの町の口喧嘩はそういうレベルの話じゃなくなってる。わかるだろ？わかってる。わかってるからこそ。だっての。は？お前、覚えてねえのかよ。口喧嘩がない頃の、あの頃の時代の戦いのこと。俺はずっとこの町にいたから。そうだったな。ならいい。教えてやるよ。ここから一歩でも外に出りゃな、もはや口喧嘩じゃ通用しねえ。本物の殴り合い、蹴り合い、切りつけ合い、直接の殺し合いが行われてるんだぜ。それは一応知ってはいるけど、この町で、国の奴らに押さえつけられているこの町で、そういうのがほとんど起きないのはなぜだかわかるか？え？それは押さえつけられてるからだろ？違う。逆だよ。口喧嘩というガス抜きが存在してるからなんだよ。そんなバカな。人が死ぬような口喧嘩がガス抜きだなんて、そんなのおかしいだろよ。俺はよ、聖天。口喧嘩で世界を救えるかもしれねえと思ってる。はあ？この世から物理的暴力を排除するには、それに代わるもっとぬるい形の暴力がのさばる必要があるんだよ。そんなの暴論だ。むちゃくちゃにも程があるぞ。そうだな、その通りだ。お前の言うことは大抵正しいよ、聖天。だがよ、あんまり正しさに縛られてちゃ何の行動もできねえってもんだ。俺は正しいことがしたいんじゃない。世界を救いたいのはそれが正しいことだからじゃない。俺が世界を救いたいからだよ。はあ、頼むからもっと本でも読んで、ちゃんといろんな考えを吸収してくれ。お前は世界を知らなすぎるからそんなこと言ってられるんだよ。やだね、
バカであることは俺の唯一の取り柄なんだ。むざむざ知識の海なんぞにその武器を捨てる気にはなれねえっての。はあ、まったく、お前ってやつは。なあ、その時は一緒にやってくれるか。しょうがねえな。バカな友がむざむざ死に行くのを後ろで黙って見てるわけにもいかんだろう。へっへっへっへ、お前らしい湿り腐った言い回しだな。うるせえ、そんなこと言ってると後で泣きついてきたって助けてやんねえぞ。へっへっへっ、それはこっちのセリフだっての。結局その約束を私は果たさなかった。彼は途中から完全に道を外れているように見えたからね。彼の力でほの城の裏町の力を拡大したところでこの世から暴力はなくならない。佐藤だってきっと分かってはいたのだと思う。だが彼はそれでも動き続けた。その先に何があるかなど多分彼には関係なかったんだ。そして君たちも知っての通り、多くの人が、思いが、その犠牲となった。私は何度も忠告した。だが、彼は聞き入れなかった。私の忠告など、気づきの足りない者の語る幻想に過ぎないのだそうだ。彼は増大し続ける自らの毒を成長と信じて疑わなかった。確かに、彼の言うことはある意味的を射ていたのかもしれん。生き物は本来私利私欲のために争って生きていくものだからね。優しさや思いやり、正義も信念も、それが社会的に有利だから人はそれを大切にするのかもしれない。だが一つだけ佐藤と同じ意見であることがあってね。それは、それは、それは、そんなこともわからない矛盾だらけのバカとして生きたっていいじゃないか。最近じゃそんなふうに思うんだよ。とある時代、とある国、その中のとある町の中に、口喧嘩で世界を変えようとした男がいました。そういうことか。その男の名は地獄金佐田尾と言いました。ふわー、なんか一気に来たね。ここで終わりになっちゃうの？あ、はてなだ。こうして俺たちの小さな冒険はひとまずの幕を閉じることとなる。バカな夢を見た一人の老人の死とともに。だが得てして人生というものは絵本の物語のように切りよく、ここで終わりですよだなんて宣言してはくれないわけで、せっかくつかんだハッピーエンドも突然わけのわからない奪われ方をしてしまったりする。おいガーナ、大変だ、早くかけろ。なになに？なんだよチャー太郎、朝っぱらから。久しぶりじゃの。あなたは。おお、懐かしいな。南の、なんだろう、ちん、別に変な読み方しなくていいのか。青沢から来た落合写楽じゃ。ちゃんと覚えとったかの？お久しぶりです。それにしても見違えましたね。わしは金持ちでの、今回はきちんと許可をもらった上でほの城に来とる。
ヨレヨレの旅人スタイルじゃ格好がつかんからの。それで、さっきの話。そうじゃったの。お前さんらに、ちょっとした報告じゃ。何ですか？わしはここしばらく、西の首都、高専に行っとったんじゃが。なんとまあ、高専にも口喧嘩の道場ができとっての。ほう。お。なるほど。クリアデータ。おお、どれから見ようかな。じゃあまずは、作者後書き。BGM をかけますか？おう、景気のいいやつにしてくれ。うわー、どうしよう、どれがいいかな。じゃあ、家の中。あれ？あ、かかったかかった。口喧嘩で世界を救うを最後までプレイしていただき、本当にありがとうございます。いやいや、こちらこそ。このゲームを作った人、ケラサワと申します。多くの方は、これほど長丁場になるとは思わなかったのではないでしょうか。はい、とても。もっと短く終わろうと思ってましたが、すごく長かったです。いい意味で。大変お疲れ様でした。いやでも楽しかった、本当に。むしろね、なんだろう、悪く言うわけじゃないけど、序盤を乗り越えちゃえば、このゲームのなんだろう、楽しさのなんだろう、肝となる部分がわかるんじゃないかなと。やっぱね、流れをつかむまでがこのゲームのあれだと思う。これほどカオスなストーリーが、いや全然カオスじゃないよ、むしろストーリーが、そう、このゲームもね、裏切られた。てっきりね、その口喧嘩悪口を使って楽しむっていうゲームだから、そういうちょっとネタゲー感、設定が結構強く出るゲームかなと思ったんだけど、システム的な一番いいところはストーリーだったっていうね。まあそんなカオスのストーリーがきちんと一区切りの終わりを迎えたことに、制作者としても驚いています。振り返ってみれば、ツッコミどころは満載かと思われますが、それはそれで。ゲームだからいいんだよ。また、本作中では、キャラクターたちが勝手な意見をペラペラ口走りますが、それらはあくまで空想世界の住人である、そのキャラクターの意見です。制作者個人の意見とはまた異なりますので、そのようにご理解いただけるとありがたいです。もちろんロンさん。さて、すでに見た方もいる方も、間違えた、いるかもしれませんが、本作にはおまけで採点機能もついています。採点なんて無粋だわと思われる方もいるかもしれませんが、あくまでおまけです。やってみよう。適当にお楽しみください。スコアランキングやりたいなーとか、イラストもらったらゲームの中の画廊に飾りたいなーとか、いろいろ妄想はありますが、完全にタヌキの川残用なので、やるかどうかは不明です。期待しないでください。だそうです。とりあえず以上です。各キャラクターへのコメントなど、後々後書きも追加するかもしれないですが、いやね、ほんとね、キャラクターがいい。それぞれのキャラクターにね、思い入れあると思うから、俺も言いたいぐらいだもん。各キャラクターへコメント一人一人、期待しないでください。さて、本作はウルフ RPG エディター、通称ウディタによって作られましたと。フリーソフトです。ゲーム制作に興味のある方は一度触ってみると面白いと思われますと。みんなもぜひゲームを作ってみてくれ。さて、最後になりますが、素材などを提供してくださったサイト様、本当に感謝申し上げますなどなど、ありがとうございました。最後まで遊んでいただき、どうもありがとうございました。感想報告などありましたら、ぜひお寄せください。待ってます。ありがとうございました。いや俺はね、本当、俺がこの方に俺をたくさん言わねばならん。いやね、ほんと嬉しいことに実況してくれてありがとうございますみたいなあったけど、こっちはね、実況させてもらって、しかも制作者に見てもらって楽しんでもらえたっていうね、これほど光栄なことはないよ。しかもだ、俺がさ、実況中にボソッと言った、あの露天商の場所がちょっと分かりにくいなって言ったら、それを採用してくれて、しかも俺が流れの旅人神田として、こういうことを言ってる人がいたんだよっていうことで、さらには俺のガードっていう名前も出て、わざわざね、メッセージくれて嬉しかったな。
他にもこのゲームの PV、 あの自作ゲーフェスに投稿するような PV にその俺の動画を素材として使ってくれて、しかも名前も明記してくれてありがとうございますね。えこんな一実況者がここまでなんか作者さんによくしてもらえて本当嬉しい限りです。スタッフロールを見る前にまずはじゃあ次の採点をしてみましょう。 BGM、 じゃあ裏町探索ハードノーマル1。あ、そういえば俺ハードでやってたんだっけ。難易度はハードでちょうどいいぐらいだね。うん、サブイベントの達成度多分ねやりきれてないのあるぞ。あのデザート欲しいって言ったやつ俺無視した気がする。週数は例えば20週目の日曜日にラスボスを撃破していれば20週。ラスボス戦での敗北時の復活回数、あ、そんなのもあったんだ。びっくりした。それでは採点を始めます。よしよしよし、ベネグッド、よしナイス、よしイエス。これは50点、満点、100点満点ってわけじゃないか。うん、あー、この仲間で仲間にしてないやつもいそうだな。とうんうん、むしろキャラが多くて誰を仲間にしてないのかがわからない。犬、猫はダメなのかな。28周、ほわー、25周以内にちょっと惜しかったな。途中でステータスを稼ぐために上げるために何周か無駄にしてしまったところあるからね。ぐるぐる回って、うん、最短だと何周ぐらいでいけんだろう。であと余談になりますけど、あー残念ながらボーナスない。余談になりますけども、今回と前回とあと前々回ぐらいかな、 BGM がねいきなりブツって切れてるとこあると思いますけど、最近ちょっと咳込み激しくてゲホンゲホンってしてるところをものすごくぶった切ってるだけです。ちょっと違和感があると思いますけども、ご了承ください。今更ながらですが、0回、150点、難易度設定 1.3倍。ほうほう、2535点、 A ランク、やったね。さらに上ってあんのかな。なかなかの高得点。あーっていう、こういう表現で言うってことはまだ上があるってことだろう。 S ランクもあんのか。うわー、これは迷うけど、ストーリーのオチがオチだだけにあれですが、もしよかったらまたどうぞ。 S ランク取るとなんだろう、どんなメッセージかイベントかなんかある。いやー、多分ちょっとおめでとうっていうメッセージがあるぐらいかな。まあ実況ではもう2週目はやらないんで、もしやるとしたら個人的に S ランクを目指します。と、じゃあ最後にスタッフロールを見る。犬、すげえ回ってる。あ、これさっきと一緒か。もう犬が回り続けてきてみんなを触ることができない。あ、よかった、びっくりした。これみんなのウィンドウを出さないと次のに行かないっていう状態だったらどうしようと思ったけど、よかったよかった、大丈夫だ。いやー、それにしてもいいゲームだったな。本当ストーリーが良かった。何回も言うけどストーリーが良かった。後半になるにつれてね、いろいろ明らかになっていって伏線が全部回収されて、うん、なんかね、まあ、悲しい部分もあるストーリーだったけども、すごいすっきりする、いいいい完結、いい締めだった。でね、悪口のシステムも俺、あのルドラの秘宝とか歌舞伎ロックスとか好きだったから、ああいうなんか自分で入力してそれが技のなんて言うんだ、威力とかステータスになるっていうのはね結構好きなんですよ。結構それがあるからこのゲームをチョイスしたっていうのもあるし、触って実際にやりたかったっていうのもあるし、ただ序盤があれだね、2文字しかできないからやっぱ幅が少なくて、そこでもしかしたら飽きちゃう人もいるかもしれんけど、3文字以上入れられるようになると結構ね幅が増えて楽しくなってくるね。
といきなりここに飛んでますが、また咳込んでました。あ、大丈夫大丈夫、咳込んではいるけど体調は大丈夫です。なんとか早めに治したいと思います。ということでタイトルに戻りました。口喧嘩で世界を救う、何パートかな、29か30ぐらいかな。ほんとね、こんな長くなるとは思わなかったけど、でもね、長くなってよかった。このゲームをね、続き取るのがね、すごく楽しみになったし、あとさっきも言ったけども、その流れをつかんでくるとステータスを上げる、そのトレーニングとか稽古とかやるのがね、すごい楽しいのよ。ああいうなんかじわじわと育っていくって感じがね、楽しかった。うん、ゲームのそのバランスも良かったし、もう何回でも言っちゃう、ストーリー良かった、でキャラも良かった、ナイスです。素敵なゲームをありがとうございます。ということで、口喧嘩で世界を救う実況プレイ、最後までご視聴いただきありがとうございました。おしまい。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃん。